ついに、勝率5割、大手どうも、ワシトーク、コウキです。えー、皆さん、ご存知でしょうか春先にですね、えー、勝ちまくりすぎて、えー、24勝6敗、貯金18、勝率8割というね、えー、素晴らしいチームがあったんですけど、 なんかそのチームが負けまくりすぎてですね、え、いよいよ明日負けたら、え、貯金がゼロになり、え、勝率が5割に逆戻りするというね、え、チームがあるんですけど、知ってる人いたらぜひいいねしといてください。はい。ま、あの答え言ってしまうと、え、東北楽天ゴールデンイーグルスというね、え、チームなんですけど、あの、一応僕も16年目 ファンにえなるんですけど、いやー <laughs>、めちゃくちゃ弱くない今 <laughs>。うん。歴代最強クラスに今弱いんじゃないかなと、思うぐらいにマジで弱いっすね。うん。え今日もですね、苦手、加藤投手に、あっさりやられ。えこれで、チームとして5連敗っすね。うん。今季最長らしいんですけど、 いや、負けまくりすぎて、もはやその、今季の最長が今日更新されたんだっていうぐらいに、マジで負けまくってるんで、なんか、それすらなんか、あ、逆に今日、連敗更新だったんだとね、思わせられるほど、マジで弱いっすね。え、加藤投手ですね。まあ、いいピッチャーなのはもちろんわかるんですけど、もう、何年間やられ続けてるんですかはい。今日も、加藤投手7回無視点かな えー、本当にですね、えー、加藤投手を目の前に、えー、楽天打線、えー、もう、親の顔より見たんじゃないかなというね、ほどの、えー、ボンダの山。ひどすぎますね。はい。もう、ね、あのー、こないだ、前回、前々回だけの、もう話じゃないですからね、何年 <laughs> 言われ続けてるんですか加藤投手が苦手だなと。うん。なんかさ、もっとさ、工夫すればいいのにっていうかさ、 なんか、そんなこと言うのすらバカバカしくなってきましたね。本当に。うん。もう論外っすね。うん。で、えー、っと、明日が、ただゲームないのか。うん。えー、次、オリックス3連戦かな。えー、確か、宮城なのかな、うん。もう何でもいいんですけど。えー、また週末これで3連敗確定してしまいますと、えー、8連敗で、ついに、借金2というね。えー、最大18だった貯金。 が、借金になる。これは、<laughs> こんなことありましたかうん。まあ、あの、2017年も確かに勝ちすぎて、ね、優勝できるんじゃないかっていうところから、まあ、ね、落ちちゃったけど、ま、3位には食い込んで、えー、クライマックス出場して、ファーストステージで勝ち上がってますからね。うん。あの年は。もう今年ですね、確かに、まだ優勝の可能性あるかもしれないです。うん。 ただですね、現状のチーム状況を考えると圧倒的に最下位の可能性高いんですよね。うん。まあ、最下位か5位か分かんないけど。いや本当に弱いですね。うん。マジで弱い。うん。もうそれしか言うことないぐらいに弱いです。弱いです。うん。マジで弱い。いや、もうだから今日ですね、もうちょっとユニホーム着るのすらめんどくさくなって、もう普通の T シャツで動画撮ってるんですけど。いや弱すぎるな。 とりあえず、今日6対0で負けたというとこだけですかね。もう試合の振り返りとかね、するの、アホ臭いんで、やらないんですけど。弱い。ほんと弱い。何なんでしょうね、この毎年、春、こうやってさ、うお、いいぞ、上がって、上がって、からの、もうジェットコースター、うん。もうこれ地面、地面突き抜けて、あの、乗ってる人もう死んじゃうレベルに落ちまくってますよ。本当に。うん。 まあ今まだ貯金1あるんで、こう上がって、ここら辺で耐えてますけど、うん。明後日買って、まあどうにか、ただその後バタってね、もう突き刺さる可能性あるかもしれないですけど、ひどいっすね。はい。ジェットコースター今年一番ひどいんじゃないかなって思うぐらい、マジでひどいです。はい。まそんな言葉しか出てこないので、まあこの辺で聞きたいなと思うんですけど、 明後日はオリックスあの、鬼ローテが来ると予想されてるのかな多分そのローテだと思うんですけど。はい。話すことないですね。はい。ということで、えー、動画の方終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。